チャーリー・セクストーンは、アメリカ合衆国テキサス州出身のギタリスト、シンガー・ソングライター。1985年、17歳で、ソロデビューを果たし、1999年には、ボブ・ディランのバックバンドに加入。テキサス州サンアントニオで生まれ、幼い頃に、オースティンに移る。少年時代にブルーグラスやブルースの影響を受け、ギターを弾くようになる。16歳で、 ドン・ヘンリーのアルバム、ビルディング・ザ・パーフェクト・ビーストにギタリストとして参加。また、映画、ワイルド・ライフのサウンドトラックで、ロン・ウッドと共演。1985年、アルバム、ピクチャーズ・フォー・プレジャーでソロデビューを果たし、全米15位のヒットとなる。高い音楽性と、端正なルックスから日本でも人気を獲得し、1986年に、 初の日本公演を行う。日本では、チャリボーという愛称で呼ばれていたこともあった。1988年、実定ウィルセクストーンを中心としたバンド、ウィルザキルのアルバムに参加。また、ヒムロ京介のアルバム、フラワーズ・フォー・アルゲルノンでもギターを弾く。チャーリーのセカンドアルバム、ドント・ルック・バックには、 ブライアン・アダムスが参加し、同作に伴う2度目の東京公演では、氷室京介が、ゲスト出演した。1992年には、元スティービー・レイボーン&、ダブルトラブルのトミー・シャノンとクリス・レイトン、後に、エリック・クラプトンのサポートギタリストとして活動する、ドイル・ブラム・ホール2と共にアーク・エンジェルスを結成。 同年、アルバム、アークエンジェルスを発表し、日本公演も行う。アークエンジェルス解散後、チャーリー・セクストン・セクステッド名義で、アンダー・ザ・ウィッシング・ツリーを発表を。1999年、ドイル・ブラムホール2による、ブラムホール名義のアルバム、チェリー・クリームに参加。同作で、チャーリーとドイルが共作した、アイワナビー be エリック・クラプトンと BB ・キングが連名で発表したアルバムライディング・ウィズ・ザ・キングでも取り上げられた。さらに、1999年から2002年にかけて、ボブ・ディランのサポートギタリストとして活動。アルバムラブ・セフトにも参加した。その後は、ルーファス・ウェイン・ライト等と共演。2005年、インディーズのバック・ポーチ・レコーズから10年ぶりに自己名義のアルバム。 明日への鉄を発表。同作は日本では2007年にソニーミュージックジャパンインターナショナルから発売された。ありがとうございます。